ウィリアム・バトラー・イエーツ。ウィリアム・バトラー・イエーツ。1865年6月13日から1939年1月28日は、アイルランドの詩人、劇作家。幼少の頃から親しんだアイルランドの妖精団などを題材とする、序上詩で注目された地、民族演劇運動を通じて、アイルランド文芸復興の担い手となった。 モダニズム誌の世界に新境地を切り開き、20世紀の英語文学において最も重要な詩人の一人とも評される。1923年にノーベル文学賞を受賞。1922年から6年間、アイルランド上院議員も務めた。日本では脳の影響を受けて執筆した儀曲、高の井戸や初期の女上司、イニス・フリーコの島などがとに知られる。 イエーツは1865年6月13日、アイルランドのダブリンで、イングランド植民者子孫の家に生まれた。父親ははじめ法律を学んで弁護士資格を取ったが、結婚後に画家となる決意を固め、イエーツが2歳の時一家は、ロンドンへ移った。以後イエーツは、幼少期をロンドンで過ごすが、一家は、アイルランド港町すらイゴの裕福な選手だった。 母方の祖父のをたびたび訪れ、ここでイエーツが触れたアイルランドの習俗や人々が伝える妖精伝説は後の施策の重要な着想源となった。1881年に一家はダブリンへ戻る。イエーツは父親と同様に画家を志して地元の美術学校に入学するが同時に創作を開始、ダブリン大学の同人誌に彫像の島と題する。 マキ歌劇の終作を連載している。この頃、神秘主義に傾倒して、友人とダブリン神秘哲学協会を組織したほか、活動家、ジョン・オリアリーらの知域を得てアイルランド独立運動に接した。また、アイルランドの歴史、神話に深く引き付けられて、これを題材とする物語を書き始めており、こうした民族自治、オカルティズムアイルランドの伝統への関心といった、 要素は、イエーツの創作全体に大きな影響を及ぼすことになる。イエーツは2年で絵の才能に見切りをつけて22歳の時美術学校を退学1887年に、一家は再びロンドンに出た。イエーツはそれまで書き継いでいた作品を第一詩集、アシンの放浪として刊行、その哀愁に満ちた優雅な表現と、当時ロンドンで馴染みの薄かった、 ケルト伝説によって、ロンドンド文芸界の注目を集めた。アシーン、オシアンはアイルランド伝説に登場する英雄の一人で妖精に導かれて、陥落の国、恐怖の島、忘却の島など様々な土地を巡った後に、故郷へ戻るが、その時すでに300年の月日が経っていたことを知る。アシーンが妖精の戒めを破って大地に触れると、 彼は直ちに白髪の老人に姿を変える。イエーツの死は、この物語を置いた、アシーンがアイルランドで布教していた後の守護聖人パトリックに物語る構成をとっている。この間、アイルランド農民民和主を観光するなど、この時期のイエーツは、アイルランドの歴史、伝統への深い関心に彩られている。1889年1月、イエーツは活動家モードゴンに出会う。 モードは、イングランド軍人の娘でありながら、アイルランド農民の悲惨な暮らしに深く心を寄せ、過激なアイルランド独立闘争運動に身を投じていた。イエーツは、彼女の美貌と活発な気象に魅せられ、出会って間もなく、彼女に求婚する。当時フランス人記者の恋人がいたモードはこれを断るが、その後も、イエーツの恋情は失われることがなかった。 イエーツは50歳過ぎまで独身を続け、幾度か彼女に求婚を繰り返しながら、生涯を通して、モードを思想源とする作品を書き続けた。1890年、タンビハ詩人たちと語らって、詩人クラブを結成、酒場に集まって自作の朗読と批評を繰り返した。この集まりには、同世代のアーネスト・ダウソン、アーサー・シモンズのほか、 年長のオスカー・ワイルドも参加することがあった。イエーツはこの集まりを通じて、フランス象徴発信人たちの活動に触れることになった、ほか、この酒場で浸った芸術史上主義こそ、自分の施作の原点だったと後に振り返っている。また1892年には、アイルランド出身の詩人たちと、アイルランド文芸協会を設立、ダブリンにも文芸団体を発足させて、 民族文学の発掘と普及に力を入れ始めた。この頃創作面では、イエーツの作品のうち最も広く知られる詩の一つ、イニスフリーコの島を含む詩集、キャスリーン白爵夫人及び諸伝説と、助上詩などを発表するほか、オカルティズムへの系統を深め、当時のロンドンで人気を集めていた、新地学協会や黄金の夜明け教団に加入して、 心霊学や神秘思想の研究に没頭している。この頃、ウィリアム・ブレイク著作集を編纂したほか、マラルメなど、フランス象徴主義文学への関心を深め、パリでベルレーヌと出会っている。1896年、イエーツは、ゴールウェイ地方の富裕な地主の未亡人だった、グレゴリー夫人の知球を得る。グレゴリー夫人は、イエーツの死災を高く評価し、以後生涯にわたって、 イエーツの重要な講演者となった。イエーツは、しばしば彼女の邸宅に滞在して、創作に専念し、規則正しい、豊かな生活と、いくつもの故障を抱える広大な辞書の景観は、イエーツの試作の重要な主題となってゆく。1899年に発表された、アッシュンの風は、イエーツの文明を高めた、妖精伝説の素養と、 報われない恋の憂鬱や神秘主義が根然となった詩集で初期代表作の一つとみなされている。この頃、他に短編集、悲儀のバラや批評集、善と悪の観念などを相次いで発表している。同年イエッツは、グレゴリー夫人らの講演の下、アイルランド文芸劇場をダブリンに設立。これは1903年に、アイルランド国民劇場協会へと発展し、 同協会は、いわゆるアイルランド演劇運動の重要な推進役となった。また1904年には、新たなパトロンの支援のもと、アベ劇場を拠点劇場として新設。ここで、イエーツの儀曲の大半が初演されたほか、シングの悲劇、海駅のリュの人々などもここで初演されている。この頃イエーツは、アイルランド演劇運動の名優となったシングの死や、 求婚拒絶の後も、恋情を忘れられずにいたモードゴンの結婚と、出産といった私的な事件を経て、新たな施策の境地を切り開く。とりわけ衆、責任では、それまでの家越を決定づけていた暴幕とした、教襲と無限的な世界への相席が交代し、ダブリン市民への辛辣な風刺や通話が繰り返され、政治と社会への鋭い批評が、全面に登場したと評される。 また、同時期、イエーツは後に重要なモダニスト詩人とみなされることになるエズラ・パウンドと知り合う。当時パウンドはフェノラサによる農学集の英訳編集に関わっており、彼を通じてイエーツは日本の脳に深い関心を抱くこととなった。農学の簡潔な舞台や様式の重視、非現実的な舞台設定といった要素がイエーツの象徴主義に通じ、またイエーツが オスカー・ワイルドから受け継いだ仮面の活用といった手法が応用できることも彼が農学に関心を抱いた背景にあると言われる。脳の影響を受けて書かれた最初の儀曲が一幕物、鷹の井戸である。この儀曲では、不死の泉の水を追い求める主人公クーフリンが泉を守る神秘的な娘、鷹の化身に惑わされていに望みを果たすことができない、ママシチに赴むく。 初演は、ロンドン富裕層の指定で、選ばれた、わずかな観客を前に行われた、この時鷹を演じたのは、日本人舞踊家の伊藤道郎である。以後イエーツは、エルマーの嫉妬から、クーフリンの島で、ほぼ同様の構成を踏襲した作品を、発表し続ける。イエーツが、鷹の色を上演して間もなく、ダブリンで、イースター放棄が起きる。 これは1916年4月24日の復活祭に武装した活動家や農民がダブリン市内の郵便局などを占拠、アイルランド共和国政府の樹立を宣言した事件である。放棄は1週間ほどでイングランド軍によって完全に鎮圧され、指導者15人は銃殺された。その中にはイエーツの知人やモード・ゴンの夫も含まれていた。 この事件の深い衝撃をもとに書かれた、死、1916年復活祭は、イエーツの代表作の一つとされている。事件で未亡人となったモードゴムへの再度の求婚と拒絶を経て、1917年10月、52歳のイエーツは、友人の園席にあたる25歳の、娘ジョージハイドリーズと結婚した。彼女は、イエーツの創作活動を深く理解して、 詩人の生活を安定させたが、同時に霊媒のように脳裏に浮かぶ言葉を次々に口にする能力を示したため、イエーツはこれを自動筆記と呼んで、自らの創作活動に取り入れることになった。イエーツは妻を霊媒とする問答をもとに膨大な創行を作り、それまでの神秘思想への系統の集大成となるジョンとして発表している。アイルランドでは復活再放棄のに厚後も、 反イングランド感情がくすぶり、1919年1月には、シンフェイン等がアイルランド議会の樹立を宣言、武力抗争が激しくなっていた。1921年には条約が結ばれて、アイルランド自由国は念願の独立を果たすが、以後もこの条約に不満を持つ、過激派と自由国政府との間に内戦が続いていた。 同様が続く建国間もない故郷からの混成を受け、すでにロンドンで格好たる文明を築いていたイエーツは1922年12月、アイルランド上院議員に任命される。1923年には、ノーベル文学賞を受賞。社会的な名声に包まれる中書き継がれた、詩集、等は、後期、イエーツの頂点の一つで、ビサンティウムへの船出や、 レダと白鳥など数々の花品が含まれている。この頃からイエーツは体力の衰えを自覚するようになり、また生涯にわたる支援者だったグレゴリー夫人の死去という死生活の事件も重なるが、第二次世界大戦の予兆が高まる中書かれた刺繍螺旋階段は、党に並ぶ代表作とみなされている。一方、晩年のイエーツは編纂に関わった。 オックスフォード近代詩集で、戦争詩人として名高か,かったウィルフレッド・応援や、ローゼンバーグらを目殺して、大いに物議を醸したほか、対等するファシズムに関心を寄せ、民主主義権を戦争肯定論とも取れるエッセイも残している。1939年1月、雇用先の南フランスにて73歳で死去。戦後の1948年になっていたいが、 故郷のアイルランドに移され、埋葬された。イエーツ没後、彼の鹿は、英語で書かれた代表的な文学作品の一つと、みなされるようになった。英語圏では、中東教育の段階から広く、教材として用いられ、いくつかの作品は極めてよく知られているため、イエーツ作品に登場する鹿は、様々な映画や音楽で引用され続けている。保護文献抜粋 作品など、年譜。関連団体、個人サイト、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。